はじめまして。京都生物学研究所から参りました、桐原翔子です。毛利大佐殿は勇敢であられる。心配はない。のしちゃった特撮やあみんな、監督の赤井だ。今日はみんなが待ってるヤマタノロチの逆襲のメイキング編だぞ。僕たちの特撮映画の秘密全部見せちゃうからね。それでは行ってみよう。つぶらい時間が働いてやったのかと思ったら結構昔から活動ではやっていて、おかしいですね。結構デザインが違うことがあるから本当に活動やね、おかしいくらいだじゃん。頭の思考の原点がおかずに感じね。で、悪いやつではない。まあ、一戦も始まらないと言ってるしね。あ、おいしかった。石垣さんがいたらな。まるまる鈴木になるところがある。どこ？2階です。ひぶつぎさん、ちょっと指を。2階、そこ3階です。なるほど。それのそこです。そこが鈴木になります。ここから見てオロチが丸見えになります。じゃあそこに黒ラシ、そこに黒ラシがなんかはめ込んでください。え、だからここに。それと3階のマス、よーい、スタート。レゴもそうだね。あれ、レゴ、ソニーが今、レゴはレゴ。いよいよ、世紀の瞬間です。
その栄えある役は、ぜひ、あなたどうぞ。消えちゃった。消えたんだよお前。はい。消えたよお前。消えました。うわあらら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 大きな大きな大きいよあれ大きいお前首いっぱいだ首ひふみよいむななややつヤマトのロッチだ万歳万歳万歳。昭和59年キラキラとした太陽の照りつける真夏の日、僕たちの憧れ赤井大監督の脚本第一稿がついにアップ。大阪一の SF ショップゼネラルプロダクツで世紀の立ち稽古がいよいよ始まったのです。どうなの？いやー壊れないようですな。壊れだってそんな止めてよ。どうかしたらいいね。どうかしたらいいね。